さて6月に入り気温が上がり始めると心配されるのが熱中症です県では今週から熱中症の搬送者のまとめを発表していますが今日は熱中症とみられる症状で栃木石橋小山で3人が病院に運ばれました はい今年は特にあの新型コロナウイルスの影響で新しい生活も様式が求められております。その中で熱中症にも一段と注意が必要となってきます。県の担当者にポイントを聞いています。車に乗るとき、バスに乗るときとか電車乗る、だからスーパーに入るときだマスクする。あとは終わったらマスクは取る。そうしないとやっぱ息が苦しくなって これから出る新しいなんですか水の,のマスクとかそういう冷たいマスクで対応しようかなって思ってるんですけどね。はい、新しい生活様式ではウイルスの感染を防ぐためマスクの着用が求められています。しかしマスクをすると熱が体内にこもりやすくなる上、マスクの内側の湿度も高くなるため喉の渇きを感じにくくなり熱中症のリスクが高まるといいます。 また外出の自粛が続いて運動不足だったり暑さに慣れていなかったりと汗をかいて体温調節を行う体作りができていないことも懸念されています。 マスクの着用によってですね、どうしても熱がこもりやすくなっております屋外で2メートル以上ですね距離が取れる場合にはマスクを外していただければと思います無理のない範囲で軽い運動をするなど少しずつ汗をかく練習ということで暑さに備えた体づくりを行っていただきたいと思います環境省のホームページでは 気温や湿度などから算出した暑さ指数を地域ごとに検索することができます外出は避けるや運動は中止するなど一目で分かりやすく表示されていて今年4月に県に設置された県気候変動適応センターでも参考にしてほしいと呼びかけています 環境省の熱中症予防情報サイトにおいては当日の実測値と明日,明日とあさっての予測値も含めて確認ができますので特に暑さ指数31度以上の場合においては日常生活ですとか運動も含めて注意していただくような心がけというかを気をつけていただければと考えております気象庁によりますと今年6月からの3か月間の気温は 平年並みかまたは高い予報となっています県では意識して水分を補給するエアコンと換気を組み合わせるなど熱中症に対する適切な対応を呼びかけています熱中症はですね、まあ新型コロナウイルス感染症と同様に十分な予防対策が重要ですので 対策を行って熱中炎症にかからないように取り組んでいただきたいと思います。